とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も古代狩り、行ってみましょう。もう毎日毎日古代狩り何回もやってるね。でも、いい装備が出ない。で、今日の装備は、これダイヤモンドの剣、これをつけていきます。弱体化、重力、輝き、そして黄金スキルで追い打ちがついてます。火力はね、悪くないぐらいだと思うよ。では今日は何パーセントぐらいになるんだろうか。とりあえず入手したやつを結構入れてみよう。できれば、パーセンテージはね、高めの方がいいんだよな。まあいいや、81%、これでいきます。アポカリプスプラス25です。行こう。それでは、あ、ここか。なかなか嫌な場所だね。チェストが20、シークレットが3。まあ3つは外れがありますよということですか。周りにはなさそうだね。行こう。ああ、なるほど。こいつらが出てくるところか。まあいいんじゃない？あそこ、いきなり、ありそう？あるね。なんか、若干色が変わってる気がするよ、あそこ。見てみましょう。あったー！宝箱はなし。いきなり当たりだったら嬉しいな。あー、そうだよね。おーっしゃ！あー、でもここか。いけるか。大丈夫。力が入ってるから。いけるでしょう。いつも通りこっちで待ち構えて戦います。来やがったな。でも肝心のボスがいない。え、あいつどこ行った。肝心のやつがいないんだけど。あ、いた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 、来た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 。ちょっと待て待て待て待って、お前ええ加減せよ。うわー、若干火力不足。よっしゃ、いけ。ああ、よっしゃ、倒したー。お前暴れるなって。ふう、やっぱ爆発が今までついてたっていうのがでかいね。爆発強かったな。ラストステージがここなんだよね。ここってあんまりないよね。ないよね、ここってあんまり。ってことは、もう古代人はいないのかい？もしかするともういないのかもしれないね。うわっ！最後の最後死にたくない！いや、きつい！ちょっと待って！その縁、縁ちゃんはきつ！ちょっと待って！きつすぎる！待てよ待てよ、もう、きつすぎるって。あーぶなー。ゴールがあって、穴があるか。んで、シークレットがあと2つないのよね。奥の方に穴があったとしても、これ外れだわ。だよね。古代人一体だけ？嘘でしょ。で、こっち。内側にあるのかい？おお、ちょっと待て、危ない危ない。ちょ、最後の最後にちょっと、ちょっと待て。嫌なやつら出てきたぞ、最後の最後。ちょっと待て。最後死ぬとかやめてくれよ。オッケー。最後の最後になんかめちゃくちゃ強いのが来た。よし、もう、あとはそうでもないね。ちょっと待って、洞窟あった。もうね、チェストは余ってないのよ。シークレットは1だけどね。シークレット1だけど、これは古代人確定じゃない？また？またここ？ちょっと待って、この武器じゃ、きついよ。この武器じゃちょっときついな。ちょっと待って、作戦考えよう、作戦考えよう。まず、バーって出るでしょ？あの、取り巻きを、花火で倒すか。
あ、いや、違う。違うな。あ、いいか。花火で倒して、で、体勢整えて、ボスを行くっていう感じで行ってみる、今回。それで行こうか。花火を、2発打ち込んで、2つあるね。OK。で、ブーツで、ダッシュで逃げるっていう形で、行きましょう。これで、雑魚をまず、殲滅するっていう、形を取ります。よし、OK! 逃げろ。よし。どう？雑魚これで、だいぶ消えたでしょ？ねえ。で、ここで、これでいいんじゃない？よし、ディレイも終わったね。よっしゃあ。どこや？うわー、危ねえ！死ぬ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 、危ねえ！死んだと思った。むちゃくちゃ食らったな。よし。まあ、とりあえず、クリアです。出口の手前にあったね。さあ、それでは、クリア後のお店を見ていきましょう。だいぶ金も溜まってきたね。そろそろ防具欲しいんだけど。あ、いや、よくない。惜しいね。黄金スキルでポーションスバリアの3がついてて、すごくいい。けども、やっぱ HP 吸収がついてないと、今の時代にはついていけない気がするんだよね。なので、スパイダーアーマーとかあの辺じゃないと無理じゃない？お、バーストゲイル棒。スキル微妙。いやー、良くないよ。ダメだな。ダメだ。出てくれない。まあ、そう簡単じゃないね。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。